それでね、レイナちゃん、やっぱり先に話しておきたくて。何ですか？そのお父さんのことなんだけど、さっきは友達って言ったじゃない。本当はね、お客さんなのよ、お酒の飲めるお店で。知ってますよ、お父さん最近はいつもお酒の匂いをさせて帰ってきますから。そっか、気づくよね、一緒に暮らしてる娘だったら。私も実は一人親でさ、レイナちゃんのこと聞いたら、なんていうか、私が言えた立場じゃないんだけどさ、これ以上お店に来てもらうのが悪い気がして、レイナちゃんからそれとなく頭を冷やすように言ってくれないかな。やっぱり私が言うことじゃないよね。でもさ、私からもお父さんと距離を置くようにするから、レイナちゃんのためにも協力してくれないかな。レイナちゃん？リナさんの言いたいことは分かりました。よかった。ちょっと苦しいよ、レイナちゃん。ちょっと本当に苦しい。父さんは騙せても私は騙せないから。違う。これは正しい努力なの。人を幸せになるための努力が許されてる。レナの一世一代の頑張り物語だから、もっともっともっと頑張らないと。レナさん、リカを雛見沢にとどまらせることができたら、その世界では必ずあなたも幸せにしてあげましてよ。敵をレナが倒したの。